ね、タイトルを紙に書くということについてなんですけども、やはりそういうふうに書いておくと動画再生された時にすぐにわかるのでいいかなと思ってます。で、紙をどう使おうかなと思っていますが、A4 なのでこういうような感じなんですけども、あまりでかく書いてしまうとカメラに入らなくなってしまうのかなというような気もしますが、あんまり関係ないかなと思ってます。これぐらい開けとけば大丈夫かなと思うんですけども。そうですね。まあ、これからどんどんタイトルを紙に書いていこうかなと思っています。